それではアンケートの方読み上げさせていただきたいと思います。まず1番目、今回参加したきっかけですが、リクナビのインターンシップランについて、ゲーム制作未経験者歓迎とあったため、体験できる仕事を含めて興味を持ったため、応募し参加の方させていただきました。2番目はインターンを始める前の経験についてで、プログラミング自体は学校で教わっていたのですが、実際にそれを使って何かを作る、動かすといったことは経験したことがなかったです。3番目の方は、インターンシップ中の内容ですね。こちらは動画や記事、ゲーム制作と今まで触れてこなかったジャンルの内容でした。4番目、インターンシップを終えての感想ですが、こちらは時間内、期日内に成果物を出さなければいけなく、時間配分にかなり苦労しました。動画撮影に関しては家の外の音が入ってしまい、何回も撮り直しという状況になり大変でした。しかしこちらの方をですね、貴重な体験の方させていただいたと思っております。ゲーム制作については自分の知らない言語での制作に挑戦したため、時間もかなりかかってしまい、自分を出せる余裕があまりなかったことが悔しいと思っています。以上でアンケートの読み上げの方を終わりたいと思います。